測温度が軽く動かなかった、入らなかった、うん、ありがとうございます。今回はですね、鍵盤を軽くしたいと、まあ、そのような、ご要望をいただきましたので、どのようにしたら鍵盤が軽くなるのかというのをご紹介していきたいと思います。まずですね、鍵盤が重くなる原因っていうのが大きく分けて3つあります。1つは、ピアノの大きさですね。一番小さいものでいうと大体150センチ台奥行きがで、大きいものになるとまあ約3メーターぐらいあるんですね、この奥で、その長さが変わるともう鍵盤の長さが変わるんですね。一番小さいものになると本当にこんな短いんです。で、大きいものになったらまあもう60センチぐらい、これぐらい長いんです。で、鍵盤ってこうシーソーみたいに動いてるんですね。こうテコの原理でこんな感じでここを軸にしてそのシーソーのように動いていると。でなのでその短いものの方が重く感じると。だから、サイズが小さいものは重く感じるんです。でまずそれが一つで、もう一つ、二つ目は、調整ですね。これが結構一番大きいんですけど、ピアノってこういう複雑なメカニズムで動いてるんですけど、その鍵盤とこのアクションですね、これを最適な状態に調整してあげると、その原因としては一番大きいところなんです、この2つ目の。で最後3つ目、先ほど その成長ですね。これがきちんとできた上で一番最後の最後でやるのがこれです。ここに鉛が入ってるの見えますかね。でこれによってそのここの入れる位置によって鍵盤の重さって変わってくるんです。ピアノもちゃんと1個ずつ測ってしてあげれば、そのまあ高級ピアノに負けないぐらいのそのタッチ、聞き心地が、もう感触が揃うと。でそういったことで、今回ですね、その鍵盤をできるだけ軽くしたいということで、鍵盤のこの鉛ですね、この鉛の調整の様子を、ご紹介しますので、ぜひご覧ください。失礼します。はい、アクションが、鍵盤が到着しました。で今日はもう夜になったんで作業ができないんで、また空いた時間でちょこちょこやっていきたいと思いますので、はい、日付が変わりましたが、鉛調整をこれからします。ウエイトをする調整で使うのがこれです。こういった鉛が鍵盤の中に入れます。でそれを測る分度ですね、入ったので重さを測ります。この重りは今 53g あります。こんな感じですね、はい。で 25g で今上がってます。これを今回、下がる重さが48g 設定します。こんな感じです。入れる上から、例えばこれですね、鉛を入れる中ぐらいと大きい大中小と、半分の半っていう4種類を入れます。あとはこれぬ、カタカナのここだ、ぬ、これはね鉛を抜くんですよ。ここに入ってる鉛を1回抜いて、それで入れる中ぐらいと大を入れる、
ここですね、印つけてるところ、ここに穴を開けて鉛入れるんですけど、最初にこういうボール盤で穴を開けます。ここに鉛を入れるんです。こんな感じ。大きいやつ。で、中ぐらい。で、小さいのと、それぞれ重りが、重さが違って、こういう4種類のものを使って入れていくと。いろんなサイズのドリルビットがあるんですけど、これでその適正な大きさに穴を開けていくと。そしたら、こういう鉛ですね、これ一番大きいやつなんですけど、これをこうやって入れて、でこれそのまま入れるとこう貫通して落ちていくんで、この鉛って柔らかいんです。でこれをこういうので入れて、でこの中で広げると、叩いて広げる、で止めるっていうような。こんな感じ。今一回打っただけでもうだいぶ動いて、少しきつめに。これを反対からもやって、そしたらもうこの中でも動かんので、でこれは今埋め木しているところです。一回抜いたやつですね、鉛を抜いたやつは、こういった木で埋めると。で今はこれ接着してるんで、これが乾いてこれを、出たところをカットすると。開いた穴をこうやって補修して木を埋めるんですね。今からちょっと抜けて、娘の授業参観と懇談会に行っていきます。でまた帰ってきて続きをします。行ってきます。行ってきます。戻ってまいりました。これで、1回での鉛をもう入れたり抜いたりしてきたんですけど、もう1回再確認をしてチェックをして、最終的にこれが全部消えるまでやります。ちょっと今試しに置いてみるんで、これもこんな感じっていうような感じでやっていて、今のところなんかいい感じになってるんですけど、あと1回か2回ぐらいこれを外して鉛、穴開けて鉛入れてっていう作業が多分あると思うんですけど、今夜、今日の夜までに、夜もうちょっと時間遅くなってでも今日間に合うかなって、もし間に合わなかったら明日の、午後、明日までには絶対に終わる予定です。頑張ります。
はい、完成しました。なんとか間に合いました。明日納品です。それじゃあすいません、確認お願いします。はい、じゃないですか。はい、じゃないですか。引きやすくなった。塗料入れやすくなりました。全然違うでしょ。はい、いかがでしたでしょうか。現場のウェイト調整をご紹介させていただきました。このウェイト調整っていうのは一番最後にやる手段なんです。でまずはその鍵盤とそのアクションの調整です。これ整腸って言うんですけど、この整腸をまずしっかりやってその動きを揃えた上でやるんですけれど、この順番が逆になってしまうと、例えばそのウエイトを先にやってしまうと、でその後にその鍵盤とアクションの調整をした時にまたズレが出るんですね。なので、まずはその順番としては鍵盤とアクションの調整を正常な状態に持ってきて、でそれができた上でそれでも鍵盤をもっと軽くしたいとか重くしたいとかっていうことであれば、あまりウエイト調整でできますので、今回はそういったことをご紹介させていただきました。本日は、ご視聴いただきありがとうございました。